1959年の F1 世界選手権1959年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第10回大会である。1959年5月10日にモナコで開幕し12月12日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで全球戦で争われた。1959年は悲惨な事故のために 複数のドライバーが命を失ったが、ジャック・ブラバムがタイトルを獲得した。1958年シーズンに死亡事故が多発したことで、バンウォールが撤退、優勝経験のあるチームはフェラーリのみとなった。しかしながら、1959年シーズンは、クーパーの革命的なリアエンジン車によって支配されることとなった。 コベントリークライマックスのコンパクトな2.5リットルエンジンを積んだクーパーは、ジャック・ブラバム、スターリング・モス、ブルース・マクラーレンの手によって、勝利を飾り、シーズンで5勝を挙げた。また、弱気もボニエが BRM の最初の勝利を記録した。今シーズンはまた、ストン・マーティンが参戦したものの、クーパーのリアエンジン車の前では重すぎる、時代遅れの車であった。2度目のドイツグランプリは、 アブスで開催されたが、フェラーリのジャンベーラは前日に開催されたスポーツカーレースで自己死した。フェラーリのトニー・ブルックスはクーパーとタイトルを争い、最終戦では彼とモス、ブラバムにタイトルの可能性があった。モスはリタイアし、レースはブラバムがリードした。ブラバムはラストラップで燃料切れとなり、車を押してフィニッシュラインを4位で超えた。 ブルックスは3位でフィニッシュしたものの、ブラバムがオーストラリア人レーサーとして初のチャンピオンとなり、クーパーがコンストラクターズタイトルを獲得した。ポイントは1位から順位5位まで8から6から4から3から2が与えられた。ベスト5000がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。ありがとうございます。